どうも、はやばさです。今日はですね、この眺めのいい風景どうですか。この今上に立っているこの建物をちょっと完成させたいなと思います。これがですね、これがですね、作っていたピリジャーの塔、桜の木とかいろんな色をかき混ぜて、プリズマリン、桜の木、アカシアの木をふんだんに使ったピリジャーの塔です。ちょっと可愛く作ろうと思ったんですけど、中はですね、一旦1階はできたんですよ。ちょっとこのように村人の交易スペースで2階ありますよね。ビージャーここはまだ何もで、上にどん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 伸ばしてはいこうと思うんですが、一旦屋根を完成させたいなと思いまして、ちょっと屋根を完成させていきたいと思います。いろいろ集めるのにちょっと手間取りましてね、これでザパタパと、足場って便利ですよね。どっかを崩せば一気に崩れるという。ここも完成させたいですね。桜の板か。桜の板。ピリジャーの塔らしくなってきましたけど、まあ可愛らしい色を使ったピリジャーの塔ですね。ここら辺にちょっと使えてる、ないのか、奥にもないのか、奥はガラス、在庫はなかった。まあ、
光を閉めて、ちょっと、違和感感じるな。なんだろう。ここか、ここか、ここか、ここか。いや、色がこれだからか。なんか。明るいからか。なんか、うん、まあそっくりに作る理由はないんですけどね。あ、こっちの方が形的にかっこいいかもしれない。ですから桜にしましょうかね。
あ、でもなんか曲がってたっていう記憶もどうだったなくなった。あれ、ここ曲がってたっけな。でもなんだ、なんかいたぞ今。ゾンビの音がしたよ。ジャングルの村人がゾンビ化してますね。え、どっから入った？え、なんでゾンビになった？明るくもしてる、隙間も空いてない。なんでだろう。他の種類の村人は大丈夫なのか。雪山の村人、タイガの村人いますね。大丈夫ですね。1、2、3、4、あれ？サバンナの村人がいない。サバンナの村人どこ行った？帰ったか、サバンナ。橋を通って帰ったか。あとは村人何が必要かな。1、2、え、サバンナ、雪、タイガー、沼地、ジャングル、5、砂漠とノーマルか。うん、の村人がいればいいんですね。そしたら全部の村、全バイオームの村人がする。まあ、サバンナ連れて帰ってこんにゃいけない。うん、あ、何を取りに来たんっけと思ったら桜、違う、ジャングルだった。また作ればいいですよね。
階段を作って上に上がれるようにすれば、可愛らしくできたと思いますよ。水色とピンク、まあ、オレンジで、以前の、まあ、前の 1.19 のでやれまでやりよったワールドでは、ネザーの素材だけを使ってピリジャーの塔を作ったんですけどね、今度アップデートの素材を使ってちょっと作ってみたんですけど、まあなかなか天気のところも、ああでもか、オレンジのところだけにしても、プリズマリンと色が被るか、プリズマリンがどんどん白っぽくなっていく、そして青くなっていく、そしてからの緑色っぽくなっていくという。プリズマリンすごいですね、色が変わるんですもんね。これちょっと緑になりましたけど、あとは村人をここに、まあピリジャの塔ってことで武器屋ですかね、武器屋をここに作るかな、どれだけ回収できたのか。ああ結構回収。なんでここに、ああスケルトンがこの中で死んだってことか。スニッファー可愛いですよね。おで鼻がクン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 と。ということで今日はここら辺まで、はい、ピリジャの塔完成しました。次は何を作ろうかな、そろそろネザーの準備もしたいので、聖職者の建物ですかね、教会行ってみますか。まあ次回をお楽しみに。それではまた会いましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた会いましょう。